こんにちは、翔子です。いつもご視聴いただきありがとうございます。2021年一発目の動画がとても遅くなってしまいました。皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。で、今年一発目の動画はですね、買ってよかったなと思うものを5つご紹介していきたいと思います。で、今日はビューティー編と題しまして、メイク、そしてスキンケアの中から、手が麻痺してても、使いやすいなと思ったものをご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、では早速いってみましょう。一つ目はこちら、このセレンディという化粧水です。これはですね、韓国のコスメらしくて、美容が大好きな友達から紹介してもらったんですけど、私はですね楽天で購入しました。で、これが 500ml のボトルなんですけど、これに、先ほどご紹介したこれのボトルもついてくるんですよ。これって泡で出てくる化粧水なんですよ。で、私は手が麻痺してるので、こう化粧水をこれをですねひっくり返してボトボトボトって化粧水を手のひらに出すっていうのが難しいんですよ。で、もし軽いもので出せたとしても、ここにうまい具合の乗らなくてバーってこぼれていって、顔につけるまでに化粧水がなくなっちゃってたりとかすることがあるんですね。で、だけどこれは泡で出てくるので、こうね泡で出るんですよ。こうやってこんな感じで泡で出てくるので、手のひらに乗せてもこう落ちていくことがないんですよね。で、これを、今メイクしてるのでできないんですけど、顔につけてなじませていくんですけど、全然垂れてこないので、私みたいに手が麻痺しててもすごく使いやすい化粧水だなと思いました。これはもうほんと買ってよかった第1位じゃないかなと思うぐらい、もうなくなったらまた買いたいなって思ってます。で、いつ買ったかな、これ結構使ってるんですけど、結構持つので、ね、500ml もあるから持つのですごくいいなと思います。泡で出てくるタイプの化粧水知らなかったので、もうほんと教えてくれてありがとうって感じです。はい、すごくおすすめなので、気になった方ぜひチェックしてみてください。あと、そう、使い勝手もいいけど、そのなんかねもちもちするので、なんかいいなって思います。はい、セレンディでした。はい、次ここに並べていこう。はい、次がですね、フェイスマスク、こちらルルルンのフェイスマスクですね。で、これはなんか私はですねっていうかな、乾燥とかしてたら化粧水のこうパックとかするじゃないですか。でも、それを広げて顔につけるとか、その化粧水のパックを袋から取り出すっていうのが難しいなって思っていて、なんか自分でやったことがなくて、なんか家族とかにこうたまにこう2週間に1回ぐらいパックしたい時につけてもらうってことはあったんですけど、自分でつけたことがなかったんですよ。もうなんて言うんだろう、決めつけですよね。自分でできないだろうなっていう決めつけでやってこなかったんですけど、ある時ふとなんかやれるんじゃないかなと思ってやってみたんですよ。そしたら意外に時間はかかるけど、こう化粧水のパックをねこう自分の顔につけるってことができたので、あ、これ自分でもできると思って。でも次に出てきた課題が、そのパックを袋から取り出すっていうのが結構ね、これがまた難しかったんで、どうしようかなって思ってた時にこれを見つけました。で、これはこんな感じで簡単に開けることができて、
取り出すところが広いので結構取り出しやすかったです。はい、でこの化粧水じゃないフェイスパックのご紹介でした。次が、ですね、こちら3つ目ですね。このビオデルマのクレンジングウォーターです。でこれは前買ってよかったものシリーズを1年前ぐらい多分動画に出してるんですけど、そこでも紹介してたのと似てるんですよね。でこれもともと正規品がこんな感じで、ポンプ式じゃない、これなんて言うんだろう、こういう形の蓋じゃない、こういう形になってるんですよね。なのでここにコットンを置いてこうやって押したらクレンジングが出てきます。なので手が麻痺してて、さっきセレンディの時に話したように自分でひっくり返して化粧水を出せないなって時も、もうポンって置いて片手で出すだけなので、すごいもう楽ちんです。で化粧水の代わりにもなるのかな、ならないのか、ならないですね。これは朝拭き取り化粧水として使う、洗顔をせずにもう顔洗うのめんどくさいな、時間ないなって時はこれ一つでこう顔の汚れを拭き取って、でその後なんかパパって化粧水して保湿するっていう使い方もあるし、夜帰ってきてメイク落としなんかめんどくさいなって思った時にこれにこうこれで化粧を落とすっていうこともできて、いろんな用途で使えるし、手が麻痺してても使いやすいのですごくおすすめです。はい、もうねこんないっぱい使ってます。はい、ビオデルマのクレンジングのご紹介でした。はい、次がこれはねもう紹介1回してるんですけど、これ&Bの UV ミルクです。でこれはこうやってね台の上に置いて片手でこうプッシュして日焼け止めを出すことができるので、すごく使いやすいなと思いました。で、まあ、香りも好きだし伸びもいいのでつけやすいなって思ったのと、あとよくその顔につける UV ミルクとかはチューブタイプで一回蓋を開けてこうチューブを出すタイプのが多いと思うんですけども、その動作をするのがすごく大変で、できないこともないけどすごく手間がかかるんですよね。なのでこれはねすごくね使いやすいなと思いました。しかもね体とかにもどこでも使えるみたいなんで、すごくいいなと思いました。はい、日焼け止めのご紹介でした。はい、次最後ですね。最後はこちら&Bはさっきご紹介して、アディクションの口紅です。これは美容大好きな友達とあとお姉ちゃんが使ってていいよって紹介してくれて使わせてもらって、これめっちゃいいなと思って買いました。でこれは何だろう、口紅ってこうこれ四角になってるんですけど、入れ物がね四角になってるけど、なんか丸いタイプのものとかあるじゃないですか。あれってなんか回す時に手が麻痺してるとなんか滑って、私は開けづらいんですよ。でもこれはこう角張ってるからなんかね開きやすいんですよね。開きやすいって言った時に限って、あ、ほら開きたね、こう開きやすくて、取る時がねちょっとコツがいる。はい、取れました。こんな感じになってるのでこうやって塗りやすいです。でなんか口紅の繰り出すタイプのやつとか
これは口紅じゃないけど、口紅か、なんか口紅の定義が分かんないけど、なんていう、繰り出して使うタイプの口紅はなんか回して出すっていう動作がすごく難しくて私は使えないんですよ。でもこれはなんかこうもう出したらこうビューって塗れるのですごく使いやすいなと思ったのと、これちょっとねマットな感じなんですよ。でマスクをつけても落ちづらいやつなので結構ね使いやすいしいいなって思いました。だけど唇がカサカサしてる時に塗ったらなんかすごいことになっちゃうので、ちゃんとリップで保湿して、まあ、ちょっと時間を置いて塗ったりした方が個人的にはいい感じになるなって思いました。でなんか友達とかは2色使いとかしてなんかいい感じにしてたんですけど、私はなんかまだその高度なテクニックができないのでとりあえず1本で頑張ってます。はい、結構早口で喋った気がする。ということで今回は私が買ってよかったなって思ったものビューティー編をご紹介しました。はい、もう一回ね、おさらいです。一つ目がこのセレンディの化粧水ね、泡で出てくるから使いやすい。で、二つ目がこれフェイスパックで、3つ目がビオデルモのクレンジングウォーターで、4つ目がアンドビーの UV ミルクで、最後の5つ目がアディクションの口紅でした。はい、いかがでしたでしょうか。私はなんかやっぱ使いやすさ重視で選んでるので、選んでるし、かつ、まあ、自分的にはなんか効能的にもいいなって思ったものをご紹介させていただきました。何か参考になれば嬉しいです。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。あ、で、今日はビューティー編だったんですけど、ファッション編とか、あとは日常で使う、こう道具、日常用具編みたいなのも撮りたいなと思ってます。はい、ってことで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。